当にハックのところにあのリゼットが来てるのかしら。来てると思うよ。リゼットが行くって言ったらしいんだ。リゼット、ハックのこと気に入ったのね。タイの境遇が似てるんだよな。ハックもリゼットも親に捨てられたんだから。リゼットは本当の父親にあの芝居の一座に売られたんですってね。そうらしいよ。かわいそう。でもさ、あちらこちらでお芝居をして回るのも悪くないな。学校も行けないのよ。そんなこと構わないじゃないか。リゼットは天才子役なんだもの。実を言うと、私ね、大きくなったら女優になってもいいなって思ってるの。え、君が？そうよ。でも子供の時はうちにいて学校行って勉強した方がいいわ。ベッキーが女優になりたいなんて驚いたな。私、なれるかしら。そりゃなれるさ、ベッキーなら。あれ？ん？シートだ。ん？ん？おい、シート。お前何してんだ？ハックの小屋にリゼットがいるんだよ、お兄ちゃん。だからどうしたって言うんだ。別にどうもしないけど、僕はハックが羨ましいんだ。なんだって？僕もハックみたいにリゼットのそばにいたい。それからいろいろ話をしたいんだ。お前もリゼットに夢中になってんのか。こりゃ驚いた。ねえシッド、それじゃリゼットはやっぱりあそこにいるのね。うん、僕ホテルからずっとリゼットの後つけてきたんだから確かだよ。うん、ベッキーどうする？上がってみる？私高いところが苦手なの。じゃあ呼ぶか。おい、ハック、ハック、よートム、上がってこいよ。リゼットが来てるんだ。お、ベッキーも一緒か。あと二人なら大丈夫だ、この小屋もな。あ、僕もいるよ。シトもか。多分大丈夫だと思うけど。トム、こんにちは。やあ、そこは見晴らしがいいだろ。ほんとね。だけど、あなたたちが上がってくる前に私降りるわ。帰るの、リゼット？ええ、座長にはすぐ帰るって言ってきたの。明日も来る？そうね。今日は間に合わなかったけど、明日は必ずごちそう用意しとくから。本当にごちそうしてくれる？もちろんさ。冗談よ。ごちそうなんかしてくれなくても、明日も遊びに来るわ。じゃあ帰るわね。きっとごちそうする。やった。もう帰るの？ええ。あ、道わかるかい、リゼット？そりゃわかるわ。だってここへは一人で来たんですもの。僕が送っていくよ。え？お、トムの弟さんね。僕、シッドって言うんです。あら、いいお名前ね。そんなこと言ってくれた人、あなたが初めてです。ホテルまで送ります。さあ行こう、近道をします。じゃあ送ってもらうわ。さよなら。さよなら。さあ行こう。さよなら。さよなら。さよなら。こっちだよ。ヒットのやつ嫌に強引だな。まったくな。ハック、リゼットと何の話をしたんだよ。ああ、いろいろとな。リゼットが面白い話をしてくれた。私もリゼットからお芝居の話聞きたかったの。あの一座のことも話してくれたけど。なあ、トム、あの一座の人たちが仲が悪いなんて信じられるかい？本当？そんなに仲が悪いのか？ああ、特に座長と若い男の俳優とが毎日のように喧嘩してるんだってさ。へえ、それでよくお芝居ができるんだな。そうだろ？俺なんか用か？別に用ってほどのことはないけど。本当に遊びに来たんだな、リゼット。明日も来るってさ。へえ。それでリゼットたちはいつここを出てくんだろう。出ていく？出ていくだろう。またどっかの町か村で公演があるから。
そうだな。明日の夜の公演が終わってからだから、明後日だな。明後日？来年もやってくるのかしら。来年ね。ん？おい、ハック、どうしたんだよ、そんなとこへ座り込んじゃってさ。明後日か、リゼットが行くのは。おばさん行くんでしょ。なんだい。今晩お芝居見に行くんでしょ。確か明日の夜もやるんだったね。うん。じゃあ明日の夜にしましょ。どうして今晩行かないの。うん、明日の夜もやるのに何も慌てて見に行くこともないだろ。僕だったらとっても我慢できないな。楽しみは後に残すほど大きくなるのさ。そんなもんかな。おい、早くしろよ。分かってますね。芝居始まってるぞ。リゼットは夜の芝居にはほんの少し出てるだけだって。あ、お前さっきから何してんだ。この手をリゼットはぎゅっと握ってくれたんだ、ハックの小屋から帰る途中。だからどうだって言うんだよ。ずっと洗わないんだ。バカみたい。なんて言われても平気だ。お前もハックもどうしてそんなに夢中なのかな、リゼットに。よし、僕はきっとハックからリゼットを奪ってみせるぞ。え、なんだって。ハックなんかより僕の方を好きにさせてやる。そうかそうか、せいぜい頑張ってくれよ。うん、頑張るよお兄ちゃん。これだ。ああ、参ったな、もう。座長、ちょっと待て、今開けるから。なんだサミエル、朝っぱらから。座長、逃げたらしいんですよ。なんだって。エドモンドとロザリンの姿が見えません。二人はどうやら逃げた気配が濃厚です。おい、今晩の公演はどうなるんだ。あの二人がいなくては。とにかく追いかけましょうや。おい、探してみよう。リゼットはどうする。寝かしときましょう。子供じゃ役に立ったんでしょう、こういう場合は。よし、着替えるから。ちょっと待ってよ。急いでください、連中は遠くまで行ってしまいますよ。Thank you.
だけだから頼むよな。さてと。ちくしょう、まさかみんな絞り出しちゃったんじゃないんだろうな。座長さん、おはようございます。リゼットです。座長さん。あ、どこ行ったのかしら。なあ、リゼットにごちそうしてやりたいんだ。頼むよ、もう少し出してくれよ。おい、そんなやり方じゃ出やしないよ。私あんたの名前を知ってるよ。あんたハックフィンだろ。ああそうだ。さあ主人でも誰でも呼んでくれ。みんなどこ行ったんだろう。お前夜の公演を見たのか。ああ、父ちゃんと一緒にな。それで面白かったかい。少しわからないとこがあったけど面白かったさ。よし、俺も今晩は何とかして見てやるぞ、夜の芝居。おはよう、トム。おはよう、リゼット。ここには誰も来てない？誰もいないみたいだぜ。そう。誰か探してるの？座長も他の人もいないのよ。座長さんともう一人の人はだいぶ前に船着き場の方へ行ったけど。船着き場？何しに行ったんだろう。あ、ありがとう。リゼット！何？今日もハックのところ行くのか？ええ、行くわよ。あんた、そんな子供なのにたった一人で生活しているんだってね。ああ、私もちっちゃい時に親から引き離されちゃってね。さてと、これぐらいでいいだろう。いいよ。ああ、ありがとう。うちの人に見つからないうちに早く行きなよ。ああ。果物と魚だ。リゼット、一緒に探してやるよ。ありがとう。ここにもいないようだな。座長さんたち一体どこ行っちまったんだ。私、ホテルへ戻ってみるわ。おかしいな。じゃあ、私部屋に戻ることにするわ。もし座長たちに会ったら、私が心配していたって伝えて。うん、わかった。どうもありがとう。や、や。もう。ああ、座長さん。どこ行ってたんだ。お前まで逃げ出したのかと思って心配した。私まで？いや、エドモンドとロザリンが出て行っちまった。二人は今朝早くイリノイ州へ渡って行ったらしい。多分彼らだと思うって人がいた。ほら、エドモンドはまだ頭に包帯をしているから。出て行ったんですか。ああ。今晩のお芝居はどうなるの。三人でできると思うか、あの芝居が。三人でやれるものをやりましょう。今から稽古してか。ええ。何か三人でできる出し物ありませんか。ないことはないが。ああ、サミュエル、支度はできたのか。はい。リゼット、お前も自分の持ち物を整理しておけよ。それどういうこと。サミュエルと話し合って今晩の芝居は中止することにしたんだ。まあ、そうなればここに滞在する必要はないから、午後の船でニューオリンズへ向かうことにした。
ニューオーリンズ。そう、お前の生まれたところだ。あそこで新しい財運を集めて、ガリック一座の新たな旗揚げをする。ニューオーリンズ。懐かしいだろ。ああ、それじゃあの舞台を解体するように頼んできますよ。ああ。あの。なんだ。もう一日ここにいることはできないかしら。芝居もしないのにか。やっぱりダメだわね。さあ、自分の持ち物の整理が終わったら舞台へ来てくれ。はい。衣装を箱に詰めなきゃならないぞ。はい。小道具の箱から先に馬車に積み込むからね。はい。リゼット、手伝ってやるよ。ありがとう。それじゃあこれを馬車に積んで。オッケー。それ。あの、ハックのことなんだけれど。イカルソもないの？そう。待ってると悪いわ。きっと待ってるな。どうしたらいいかしら。リゼット、早くしないと船に間に合わなくなるぞ。はい。僕が行って事情説明してやるよ。すみません。あの、謝っておいてください。それからまたここへは必ずやってくるからって。うん、わかった。リゼット、ごちそうの用意ができたよ。早くおいで。さあリゼット、早くおいで。まあ、素晴らしいごちそうね、ハック。おお、さあどんどん食べてくれよ。じゃあ失礼します。ああ。さあ、大したもんがないがたくさん食べてくれよな。どうもありがとう。ハック、ハック、よう。リゼットは来られなくなったんだ。すごいごちそうじゃないか。本当にそう思うか。ああ、リゼットもきっと喜んだぜ、これを見たら。俺、女の子で気があったの、リゼットが初めてだ。また来るってさ、必ず。うん。また会えるんだから、見送りには行かないって言うんだ。そうね。また会えるわね。ハックはね、ここへ来たら泣いちゃうよ。船が出てくとき、それをみんなに見られたくないのさ。君のこと、とっても好きなんだって。私も。リゼットー、リゼットー、リゼットー。あら、
たね。あら、トムの弟さんね。シッドだよ。またここへ来るわ、シッド。僕に会いに？え、そう、シッドにも他の人にも。リゼット、さようなら。また会おうぜ、リゼット。リゼット、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 また会おうぜ、リゼット。の雨ですっかり増水したミシッピ川は流れ着いたガラクタの山だ。ところがそこで僕が見つけたものは、とこの先は次回トムソーヤの冒険第30話、ハックの父親、見てね。人が生まれ